はい、ほどほど解説スピード読解大学入試センター試験思考問題第5問問い2です。問い2、 She thinks、 彼女は考えている。ざっていいか。 Current attitudes、 はい、Current、 現在の attitude、 態度、考え方、態度、物の考え方、姿勢、つまり現在のアティチュードがリードをという原型、人々をリードする、導く、で、あとトゥ原型、まあトゥ名詞でもいいんですが、1234ある。はい、こうしてみると1番は、はい、buy more goods than they actually need、 はい、人々を、買うように導いている。 more goods than they actually need、 people、 人々が実際に必要とする以上のものを買うように仕向けている。そうかと。はい、2番、lead people to、 はい、2番 collect wrapping paper, glass, tin cans and plastic、 はい、collect 集める。で、wrapping paper 包み紙、 glass ガラス類、 tin cans 缶類、そしてプラスチック、硬い柔らかい問わずプラスチックを集めるように導いている。これはいいことやね。そう考えてる。リサイクル。3番、はい、save money as well as time、 はい、as well as と同じくらいに、つまり時間同様にお金をセーブするように導いている。お金の節約、いいね。2もいいことやね。3もいいことやね。4番、はい、treat electrical equipment carefully、 はい、treat、 扱う、治療する、でElectrical、equipment、 electricity、 はい、電話、電話というか電気やね、電気、 electricity、 電気、はい、電気の設備、製品を、carefully、 注意深く取り扱うように仕向けている。いいことや。2もいいこと、3も4いいこと、4もいいこと。彼女はコンプレインすると書いてあった、はい、だから234は反している、書いていない、だから答えが1番ってことがわかる。 buy more goods than they actually need、で答えは1番。これは第一段落の最後の方に載っています。英語で言うと本文ね。 I can imagine、 私は想像できます。 How much of it、 その買い物のどれだけの量が gets thrown away、 投げ捨てられるか。 And、 それに The quantity amount of wrapping paper, glass, tin cans and plastic、 はい、それに包み紙、ガラス類、缶類、そしてプラスチックの量、 that is wasted、 浪費されているところの、 is shocking はショッキングであります。 mono is shocking、 人 is shocked、 mono is exciting、 人 is excited。
だから第1段落を読んだら問1問2ができた。